はい、どうも、拓翔です、今回はですね、ロボコーチ RX のメンテナンスについて、ご紹介したいと思います。ロボコーチ RX をご購入されますと、取説がついてるんで、こちらをね、しっかりとこう読んでほしいんですけど、一応日卓のホームページにも取扱い説明書はですね、PDF のデータで、ね、見ることができますので、それもチェックしてみてください。はい。で、早速ですけれども、今ですね、ボールの問題がありまして、プラスチックボール、セルロイドのボールと、どちらも混在している場合があると思うんですけど、ロボコーチ RX でプラスチックボールを使う場合、そのままでは使用できません。ね、ここにも書いてありますけれども、異常をきたす場合があります。プラスチックボールって、セルのボールよりも少しだけ、ほんの少し大きいんですよね。で、ロボコーチの、ボールが循環するところには、ボールが、いくつも入っていくんですけど、そうすると、ほんの少し大きい分、ちょっとこう距離の差が出てたんで、うまくボールがこう出なくなってしまうんですね。そこで、これですね。これが、アジャストプレート。こんな感じです。はい。1センチちょっとかな、の厚さの、ね、アジャストプレート。で、これを取り付けるための六角レンチと、あとネジ。長めのネジが入ってます。こちらが、取り付けてない、ロボコーチ RX で。で、こちらが、取り付け済みのロボコーチ RX です。このアジャストプレートね、プラスチックボールでマシンを使う場合は、つけてご使用ください、ね。今発売中のロボコーチ RX には、もうこれがすでについてるそうです。はい。ね、で、すでにですね、もう以前からロボコーチ RX をご使用の方は、これが多分ないと思うので、問い合わせていただいて、これ取り寄せてください。ね、で、プラスチックボールで使うときにしっかりこうつけて、ご使用ください。